さあでも持っててよかったかもしれない、このうわー、いやーちょっと待って、いや待って、いやちょっと、いや、やめてー。はい、では今回はワリオ小坂スタートですというところなんですが、軽量級を思いっきり重量級にするのってすごい久しぶりというか、めったにやらないし、あとね、問題点が2つ。とりあえずまずは全体的にレートが低い、なのでこれは勝たないと簡単にレートが落ちますというのがまず1点。2点目に関しては部屋が重いというわけで、エラー落ちしてレートが一気に落ちるってことだけはないようにしてほしいんですが、なんかもう後ろやけに離れてない、俺むしろ失敗して走ってると思うので、これは後ろに何か問題が起こりまくってますな。でこれワリオさんが赤コーラ持ってますね。さあやっぱり、くそ、これはもうどうしようもない。でなんか今攻撃アイテムもう一つ持ってたな、クラクションかな、見間違えたなければ。なので青コーラとかが来る前にこっちも赤コーラで報復をしたいですね。キノコー、マジか、キノコだ、来たか。これさあまずあれが崩されるでしょう、クラクションだ、クラクションだね、見事に。さあここでダブルを確保して、これはどうしようもないな、ちょっと投げちゃおう。さあどうせ1個は防御アイテム持ってるだろうから、ここで投げとくか、とりあえず。でもう1個、さあこれどうなるかだよね。よし、いい感じで後ろに投げてもう一発、うわ、さすがにいかないかな、ほら。さあこれはちょっと1個抱えとかないと。さあワリオさんがどこ行った、おっと、やっちゃった、よそ見してたら落ちちゃった、ほら、あはは、ダメだった、やっちゃったね、これは。うわー、せっかくねレートが低い部屋って言って思いっきり勝ててたのにさ、こういう勝ちの逃がし方をするのはダメだよね。おっと、お互いにダメージを食らっていく。さあワリオと一騎打ちというような状況になってますが、ここでダブルアイテムでお互いが何を引くか、いやーこれはもうどうしようもねーさあ相手も1個はねディフェンスだろうからね。いやー落ちちゃったのもったいなかったですね。というわけで1位2位でもう思いっきり差をつけて勝利と。はい、じゃあ続いてはビッグブルーじゃねえ、ミュートシティだ、こっちはミュートシティやっていきましょう。んでさっきまで部屋がすごく重いと思ったら、なんかもう大量にエラー落ちたみたいで一気にメンバーが入れ替わったと思います。まあ、正直メンバー入れ替わったかどうかなんて後で見返してみないと分かんないんだけどっていう。ただまあだいぶね、終わった直後にもう9人になったし、知らない顔を見たと思ったしで、多分だいぶエラーで落ちたんじゃないかなというところなので、さっきまでの順位はもしかしたらそういうことで影響が出てたのかなと。なんで俺今キノコ投げた、そしてコイン取ってけ、コイン取ってない。まあでも今度はちゃんとした勝負に多分なっているので、レートが自分たちよっていうか自分より低いと言っても気を抜かずにやっていきましょうと。赤コーラは大丈夫、緑も飛んできてはいない、おむしろ前を飛んでる。コイン拾いに行くダメですか、ちょっと厳しいな今のは。むしろこの前アウト用に走った方がどうからこうと言ってた覚えなんだけど、ああしまった。今ちょっとだけブレーキかけてばダブルアイテムいけたのかな、もしかして。さあここら辺では、うわキノコ使うことなく、今の緑コーラだよね多分。さあこれで飛んでいこう。まあでもやっぱりレートって多少は実力差出るのかな、とりあえず、まあ、最低限なんとか走れてるって感じ。さあその赤を後ろに投げてくんじゃないの、後ろに投げんなよ、投げんなよ、よし前投げた、
さあとはいえ1位2位が正直抜けちゃってる。んー、この人抜いてから赤投げたいけどダメだなこれは。さあでも持っててよかったかもしれないこの、うわー、いやーちょっと待って、いや待って、いやちょっと、いややめてー。いや俺今何秒かでどれだけアイテム食らった。いやひどい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 、これはほら加速で一気に8位はいけるか、いけねえ、アイテム持ってる、あっちも、あしかも10位だし、抜かれたー、抜かれたー。はい、では続きまして、ドス隕石ということで、いやーさっきのヒドンね、最後の最後のヒダンひどくね、最後の最後ってわけでもないけど、あれはうんねえ、まあ自分で確かにキノコには突っ込んでいっちゃったけど、いっちゃったけどさっていう。おっと今のも食らわなかったらラッキーだぞ。さあこっちのコインが残りそうかな、コイン残ってところを確保しつつ、ダブルは今回見送りで。さあ正直ね、このくらいのだったらまだねそんなに困ったことにはならないんじゃないかなと思ってやってるんだけど、結局アイテムでうまく崩されてるっていうね。レートが関係ないとは言うし、実際多少はそうなのかもしれないけど、多少はどこかやっぱそうなのかな、うん、関係ないのかな。まあ慣れてる慣れてないとかで言うんだったら、やっぱりレート1000台ぐらい、バスに1000台ぐらいの人とかっていうのはやっぱりサブ赤でもない限りは差はつくよね。いやーちょっとあークソ間に合わなかった、クソ当てたかった、いやしかも後ろに投げてきやがった、いやーちょっと危ねえな。ちょっとさ、あのさプリって人さ倒せた方がいいよね、倒すべきだよね。当たる当たる、このこっち来ちゃおう、当たれ、いやーサンダー来たー。さああのプリって人が標的だ、ほら暗い、あれあーテレさんにやったかったんじゃないんだよ、あのネットプリンとか言うハットにって思ったらさ、カコロカコロじゃない、ファイヤー投げてるの誰てか、ファイヤーめっちゃ飛んでるけど、なんで今日こんなにファイヤー飛んでるの。焼いたって美味しくないよ、亀は。さああの人は何も持ってない、さあコインを格好者、危ねえ。よしとりあえず自分も空を飛びましょうと、あれあ違う、あれは違う人だった、どうもチームで入ってるみたいだな、チームで合流してやってるみたいなんだけど、あの人はまだそんな敵対はしないはず。ほらさあ当たれ、あれなんか今違うの食らえたぞ、まあ いや4位、うん、どうでしょう、最高速タイプの方がやっぱ戦いやすいのかな。でも軽量で勝てるっていうのに俺も合わせたいな。はい、では4レース目になってるかな、わかんないな、動画がどう区切られてるかな、とりあえずキノピオハーバーやっていきましょう。なんで重量級ってことはスピードが出てるから、このショットカット安いはず、飛び損ねたちょっと飛ぶの遅かったかな、そしてアイテムが消えてた、現れてくれなかった、そしてタルーもぶつかって、バナナも怖くて避けながらこちらへ侵入していきます。やめてバナナ、バナナ押し付けてこないで、あむしろ押し付けちゃった、あーただもったいない、ほら前に飛ばしとこう、このワリオメ、お前だお前、お前がきっと俺をカーブをミスさせたんだ、あーアイテム残ってない、こっち来よう、いやー今のはちょっとまずいっすね、コインもないしね、てかね、うーんどうなんだろうな、レート差って、うーんまあでもやっぱり多少は差が出ると思うんだよなっていうのが俺の思うところで あるので、このレート帯だったら勝てるはずなのにって言おうと思ったら、そんなさミスやってちゃ勝てるもん勝てないよっていう
さ、自分が最下位だね今きっと。いやこれさ、カコーラだったよね、後ろ持ってたの。キラーさんが突っ込んでくる。いやこれスタート使っちゃう。おっと、なんだかんだでこんな順位になってるぞ。そしてここでこれ使っとこう。いやーちょっと待って、自分のファイヤー、ファイヤーって自分に当たるもんなの。あぶねえ。いや今のはまあ結果オーライ。おっと、ほら食うぞ。さあ3位だ、なんだかんだ3位だ。なんでこっちに来る、3位だとか言った瞬間にこれって。ファイヤー来てるねこれね、ファイヤー怖いね。さあこっちで、こっちは人が来ないのでね基本的に。やっぱ遅いんだけどねこっちのはどうしても。やべーやべー。まあでもこれであと特に何もなければそのまま3位に行けるぞ。アップねー。いやでもこれは本当にみんなね気にするなとかね、実力はそんな本当はないよって言うけど、絶対レート差ってやっぱり差あるから。というわけで今回はこの辺りで終わりしたいと思います。じゃあ皆さんまた一緒に遊びましょう。